はい、スロックマンです。はい。で、今日はですね、今日これ届いたんですけど、はい。マイティーナンバーナイン。はい。これ Amazon で注文してね、今日やっと届いたんですけど、これ今日やりたいと思いますね。ロックマンによく似たゲームですね。ロックマンの生みの親のね、稲船刑事さんがね、作られて、一応カプコン退職してね、独立されてね、コンセプトというね、ゲームメーカーをね、作られて、それで最初に作ったゲームがこれですね。はい。これね、外国版しかこのパッケージ版出てないんですね。はい。日本版としては PS3 でダウンロード版しか2016年ですかね、なかったんですね。で、もう今ね、そのダウンロード版も今サービス終了してなくなってですね。だからもうこのパッケージ版の外国版しか、手に入れる方法はないということでして。だからこれ8250円したんですけど、Amazon で。高価だったんですけど、まあ入手困難だったからということで買いました。はい。まあ稲船さんの本当ロックマンの新作とはと思っていいような感じだと思います。説明書もついてますね。はい。 PS4 って説明書ついてるのあんまりないんですけど、これ説明書はちゃんとあるみたいで、はい、説明書付きです。説明書ついてもこれ画集ですね。画集説明書じゃないですね。画集ですね。うん。完全画集。ポスターもついてますね。うん。ポスター付きです。はい。じゃあ早速やってみたいと思います。もうインストールはしてあるんで、はい。情報が、これあるんかな？ネット情報みたいな。あ、そっか。やっぱりこれダウンロード版はもう今ない。あ、あるじゃん。これか。あ、一応、あるんですね。ダウンロード版。うん。あ、違うな。ダウンロード版じゃない。これ赤。これディスクの、今、入れてるディスクのやつが出てるんですね。ダウンロード版も多分ね、ないんですよね。情報出て、これネットにつないでるんですけど、ダウンロード版があるかどうかっていうのをちょっとネットでね、見ようと思ったんですけど、出ないから、多分ダウンロード版も今サービスないんでしょうね。だからパッケージ版しかないってことですね。だから非常に貴重な、レアなゲームということですね。はい。これね、年末、去年12月ぐらいにですね、6000円ぐらいで売ってるのを見たんですよ。その時まだ PS4 持ってなかったんで、で、買おうと思ったら、1月にね、PS4 買って、これ買おうと思ったらもうね、売り切れてたんで、で、半年待って、やっと7月になって8000円ぐらいで売ってたんでね、これは買わなきゃと思って買いました。今回ね。はい。で、これ外国版ですけどね、一応、日本語設定できるんですよね。これ一応、全部英語でこれ出てるんで、外国版ですけど、一応まあ、日本語バージョンにね、できるということらしいです。はい。コンセプトですね。インティークリエイツですね。はい。
インティグレーズってのがいいですね、開発が。インティークリエイツって言えば、ロックマン9とロックマン10とロックマン0シリーズと、あと、ブラッドステインドシリーズですね。あと、ガンボルトシリーズとかね。で、優秀な開発会社ですね。ロックマンゼクスとかね。外国版だから、プレスがバツボタンになってるところが外国版って感じですね。で、見た通りね、日本語で表示されるんでありがたいですね。はい。クレジット、オプションモードないのか、これ。やり込み、これか。これ、オプションモードや。あ、そうか、A ボタンじゃなくて B ボタンで決定なんですね。そこは外国版ですね。ガンマチって何？サウンド設定。これね、音楽がめちゃくちゃいいので、音楽は最大の方がいいです。あ、なってるな、最大に。CE をちょっと、これぐらいにした方がいいな。うん。音楽もすごくね、いいらしいんで。あ、レトロスタイルとかできるの？あ、ほんまや。ファミコン風にできるんや。ファミコンにしましょうか。はい。ん？あ、そうか。B ボタンかな？A ボタンじゃなくて、B ボタンで。あれ？あ、そうか。戻っちゃったな。そうか、これ、あれやねんな。決定が×ボタンやから間違いやすいですね。こうやって×ボタンにするな。難しいな、これ。すべて適用にしなあかんのか。で、戻るか。よし、できた、できた、できた。はい。ほんとちっちゃいな、これ。はい。2000WX 年。ロボット技術の目覚ましい発展により、人々はさらに豊かな暮らしを手に入れていた。ロボット同士の熱きバトルが繰り広げられる闘技場、バトルコロッセオ。そこは今日も娯楽に飢えた人々の熱狂と歓声に沸くはずだった。うん、これが主人公ですね。あ、これで始まるんか。これが博士な。いや、ベック。ベックに異常はないみたいだな。一体何が起きてるんだ。ここで考えていても仕方ない。一旦ラボに戻るか。ベック、すまないが先に行ってくれるか。安全の確保を頼む。はい、博士。ロックマン似てるね、声も。チャージショットないのか。スライディングとかもないんや。チャージショットもない。完全にあの、
初代ロックマンのスタイルだ。壁を越えられないんですね、ロックマンと違って。こっちはこの弾、壁をすり抜けないんですね。あ、こういう風に捕まえられんの。ロックマン X に近いな、そういうところは。オープニングステージなのかな、これ多分ね。臨時ニュースをお伝えします。各地でロボットが突如暴走する事件が相次ぎ、アメリカ全土に被害が広がっています。この事態を受けて、世界最大のロボットシェアを誇るチェリーダイナミクスの社長グレゴリー・グラハム氏が会見を行いました。いいですか皆さん、これはかの国賊ベネディクト・ブラックウェルの仕業であり、我がチェリーダイナミクスは事態の収拾に全力を尽くしています。繰り返しますが、今回の事件はあのドクター・ブラックウェルの、イエーイ、どう、ランプ映ってる、アビー、アビー、ここからはこの僕アビーが全国の皆さんにホットで真剣な情報をお届けしてるよ。では早速、各地でロボットたちが暴れている模様をご覧に入れましょう。アビーのやつ何をやってるんだ。いや、あれも暴走のせいなのか。いやもう完全にロックマンですね。まあね、あれは暴走した警備ロボットか。メク、今戦えるのはお前だけだ。大丈夫、お前ならできるさ。博士、わかりました。ベックって名前なんだね。弱い。おっと、何や。ああ、これ、あれ？いけ、進めないな。ん？倒したけど進めないな。どうすんのこれ。ん？どうすんのこれ。何や。どうするんやろ。アクセルリカバー、どうすんのこれ。あれ、撃てなくなった、弾が。これか。吸収成功すると、これを吸収レートと言います。吸収レート。吸収アクセラレートのテクニック。おあ、こういうことか。さっきのあれは弱らせた相手のセルを取り込み、そして爆死した。 L1 ですね。あ、R1 であれで、そうか、吸収するのもあれで、そういうことか。うわうわ、なんかロックマン X のオープニングステージみたいやな。なるほどね。あ、この場合これか。これそれじゃない。これするってことや。ある程度ダメージ与えたら、こう、吸収すればいいんだな。なるほどね。
か、そうか、エアダッシュみたいなことはできるんだ。エアダッシュですね、完全にこれ。エアダッシュとして使える。強くなった。パワーアップするには吸収してたら。なるほどね。あ、でも戻った戻った。これどうすんやろな。落ちたら死ぬんちゃうな、これ。R1？ どうすんの、これ。あ、開いてた開いてた。なんかロックマン X に近い感じしますね。ああ、なるほど。スライディングできない代わりにこれでやるわけや。ああ、なるほどね。いや、面白いわこれ。勝ってよかったわ。さすが稲船さんやな。ロックマン11は稲船さんじゃないんでね。完全に久しぶりに稲船さんのロックマンの新作が遊べるって感じですね、これね。ロックマンじゃないけど、ロックマンに近い。ああ、なるほど。こうやっていけるわけや。これで、ああ、ちょっとダメージやばかったけど。ある程度ボスにダメージを与えたら吸収して、でまた元に戻ったら、またある程度ダメージを与えて吸収してってやればいいんですね。ロールちゃん似てるな、これ。他のマイティナンバーズはみんな暴走してしまったよ。なんてこった。もはやアメリカ中のロボットが暴走していると考えた方が良さそうだな。よし、サンダの本社に連絡を取ろう。日本から応援を送ってもらえるかもしれない。うわ、ロールちゃんやん。その原因が分からなければ応援は
は送れない。これは日本政府の判断だ。そうか、分かった。そう辛そうな顔をするな、聖二郎。確かに応援に来たロボットまで暴走しちゃ被害が大きくなるだけだからな。社長、暴走の原因が分かればいいんだな。その通りだ。だがどうやって？ベックをマイティナンバーズの元へ向かわせる。僕が？今のベックならあいつらの暴走を止めてその原因もつかめるかもしれない。確証があるわけじゃないが今は他に手がない。サンダー、協力してくれるか？オッケー、ウィリアム。ならうちのコールをサポートにつけよう。そうと決まれば早速準備だ。アメリカの未来が僕らの手にかかってるぜ。ロールちゃん、コールちゃんってまた似てるな、名前も。博士、大丈夫だ、ベック。お前ならお前の力があればできるさ。またベックって名前がロックとニョと似てるしね。ベックマンってことやんな、はい、エクストラモードに新たなコンテンツが追加されたぞ。エクストラモードに新たなコンテンツが追加されたぞ。グズグズしちゃいられない。僕らの手でロボットたちの暴走を止めるんだ。新しいトレーニングを用意したぞ。私の作った VR トレーニングだ。挑戦するかい？さあ、次はどこへ向かう？ん？あ、しまった。そのまま選んじゃったやん。ステージが選択できるところもロックマンですね。何これ？あ、とりあえず一つクリアしたっていうあれか、が見れるわけや、氷が、氷というか。グズグズしちゃいられない。僕らの。さあ、次はどこへ？新たなキップスがアンロックされました。キップスの確認やキーコンフィグを行います。グズグズしちゃいられない。僕らの手でロボットたちの暴走を止めるんだ。ちょっと面をどうやって選択するのこれ。グズグズ、次の目的。あ、これか。あ、なるほど。1,2,3,4,5,6,7,8。やっぱりなぁ、ロックマンですね。本当に。8ステージあるから、これはクリアしたとこちゃうか。クリアしたオープニングステージやね。いや、どれが一番弱いのかわかんないからなぁ。あ、なるほど。マイティナンバー1でしょ ?2 でしょ ?3 でしょ ?4。5、6、7、8。で、主人公がないんですよね。だからまあ言ったらこれ元仲間ロボットというか、完全にロックマン1と同じ、あれですね、ロックマン1もね、ドクターライトのロボットが敵になったから、同じパターンですよね、それと。元仲間ロボットたちを、じゃあ順番にやっていくかな。この順番にね、とやってみましょうか。うん、その方が分かりやすいな。よし、準備は OK かい？多分難しいんでしょうね。System ready? Go! 炎を起こしとするロボットと石油プラットフォーム。そっか、炎か。あ、パワーアップした。炎なんですね、今度は。あ、そうか。壊すんか。あ、シルダーパッカーやん、完全にこれ。
まあ、確かにゲームの音量がちっちゃいっていうのはね言ってたんですけど、その通りですね。ゲームの音量ちっちゃいですね、確かに。うわ、爆発するのか、これ。あ、倒せるんや、これ。はい。倒せるんですね、あれ。体力やばいな。うわ、全部火の海になるんや。やばい。あ、やられた。初めて死んだね。いや、面白いですよ、これ。やっぱり。やっぱりロックマンですね。さすが稲船さんですよ、本当に。期待通りというか、高価な値段出して買った甲斐がありましたね。本当。8250円もしましたけど、買った甲斐ありましたね、本当。もうね、正直 PS4 ね、購入したら一番欲しかったゲームと言ってもいいくらいですね。ロックマンイレブンとこのゲームが一番欲しかったって感じなんで、ここは火の海にならないね。これエディみたいなもんやアイテムくれるんやな。ボスか。パイロ。燃えろ燃えろ燃えろ。待って。警告、ベック、止まってください。うわ。中ボスか。もちろんや。ああ、ああ、やられた。なるほどね。確かに難しい。あ、そうなんだよな。これはもうあれだな。この時に行った方がいいってことやな。これは食らうけど。おお。やば。やばいやばい。しまった。あーやばい、これやばいやばい。上流れなかったよ。
リタイア。じゃあ他のステージやりましょうか。さあ、次はどこへ向かう？よし、準備は OK かい？水道局ステージ。どこが一番簡単なんやろな。なんだこりゃ。ミラがこっち待ってる。右手に進んでください。その先の浄水施設が水道局の内部につながっています。どうなってんのこれ。落ちていいのか。ああ、水の中やね。バブルマンステージみたいなもんね。倒れていいのかこれ。なんかアイテムっぽいのかな。かもうこういうのもロックマンでよくありがちな。うわ、一発で死ぬんこれ。今のはじゃあ下のところでエアダッシュしなあかんかったんやな。らしいな、こういう仕掛けがね。やっぱりね。音楽もなんとなくやっぱロックマンっぽいよな。レトロスタイルにしてもね、ロックマンっぽいしね。おい、出た出た。出た出た。ああ、これで捕まるのか。なるほど。ああ、これ多分当たったらやられるな。怖いな。ああ、こっちもなんかあるな。これ仲間か。エディみたいなもんですね。なんてことだ。扉どころじゃない。どこのかしこもこぼれつけじゃないか。暗いこのやつに会いたい放題だ。この先に追い詰めるのは間違いないだろう。かかってこい。ああ、ダメ食らった。
ああ、なるほど。氷に当たったらこうなるんや。踏まれたらこうなるんや。ああ、中ボスか。これもダメなんか。ああ、なるほど。突っ込んだらあかんねんな、エアダッシュであんまり。ああ、上がれない。届かないな。上から行かなあかんねん。あ、なんかある。回復か。やっぱりな。ああ。危ない。ちょっと滑るんやね、しかも。ちょっと滑るようになってるね。ボスか。体力ないけど。ああ、まだ中ボスあんの？やばいやばい、やられるやん。やられた。最後の残機やな。そらそら、もう一丁。ついでに大サービスだよ。ほらほらほら。わあ、氷も来るんか。倒した。あ、これあれか、エディみたいなもんだ。エネルギー缶みたいなのもあるんかな、これ。あ、ボスが来た。ああ。やばい。強いな。強い。
ずいね。さあ、次はどこへ向かう？よし、準備は OK かい？3ステージ目で、いや面白いですね。でもね、うん、やっぱりさすがですね。降りていいのかい？あ、降りね、いいよね。アイテムあるな。だって、あ、そうか、こうやって戻るよね。あれ、ちょっと待った。下行くんかな。あ、落ちるじゃん。そうか、こっちからこう行くわけや。あーやばい、あーやられた。難しいな。あーしまった、ゲームオーバーですね。まだあるんかい？まだあるんや。ダメだ。ゲームオーバーですね。あ、まだあんの残機。結構残機、残機増えてたんか。あー、しまった。
タッチ打ちができないな。さあよし準備は OK かい。鉱山ステージ砂漠や。IT ナンバー4、ニックの反応が最後に確認された時点に到着しました。今は信号は途絶えてしまっているな。もしかすると彼はもう。あいつはそんなようなやつじゃないさ。ルク、注意して探してやってくれ。かかってこい。あ、こういうことか。これはあれやな。行けないか隙間から。あ無理やな。無理っぽいな。針か。ああそうか。エアダッシュであそこ行く、横に行かなあかんのや。むずいな。少しトラップが結構多いなぁ。ああそうか跳ね返るんや。早いなこの面ゲームがなんのか。グズグズしちゃいられない。よし準備は OK かい。5ステージ目か。まだ一面もクリアできてないねな。これ攻略サイトあるんかな。なかったらこれ自力でやらないかんよな。これでもねゲームとしてはかなりマニアックなんでね、あんまり知られてないんで、特に日本人にはあんまり知られてないから、攻略サイトがあるかどうかですね。あったとしても外国語の攻略サイトかもしれないし、日本語の攻略サイトがあるかどうかですね。そうなってくると、なければ自力でやるしかないんですよね。弱点とかもあるんでしょうけど、自力で弱点も探さないといけなくなりますね。これ、ロックマン11の方が新しいですもんね。これが2016年で、Xbox 360 と PS3 と Wii U で、出てたらしいんですよね。パッケージ版はね。あと PC も出てんのかな ?PC と。これ爆発するの、ね。これもう本当ね、ずいぶん昔から僕ね、注目してたゲームなんで。あとなんかガンボルトシリーズも、稲船さんが作られたゲームで、あと、ああ、しまった。ロックマンゼロのシステムを継承してるというかね。ガンボルトとこのマイティナンバーナインのね、合体したゲームも出てるみたいで、マイティガンボルトっていうね、それはニンテンドースイッチと 3DS のダウンロード版で出てるんですけども、
3DS 版はパッケージ版じゃなくてダウンロード版なんでね、パッケージ版で欲しかったなと思うんですけど。あ、貫通してる、貫通してるね、パワーアップして。これ針やんな、多分。あ、これあれやな、エディやな。はい、中国か。中古みたいなもんでしょうけど。この面なんかまだ今までの面の中ではまだ優しい方のような気がするな。もしかして一番簡単な面か。やっぱそんな気がするね。あ。一番マシな気がするな、この面が。難易度的には。あー、やれた。体力なかったな。うん、一番マシな気するな、ここ。もしかして一番弱い面かもしれないですよね。面がね、簡単な場合って、一番弱い面のイメージの可能性があります。ベルトコンベアになってるんだ、これ。あー、しまった、危ない。あー、しまった。針があったの分かってたのに。あー、ゲームがやった。そっか、それでも簡単な方な気がしたけどクリアできなかったな。グズグズしちゃいられない。じゃあ次、ここ準備は。いや、ゲームとしてはすごく面白いですよ。僕も気に入りましたね。もう8000いくら出した甲斐はあったなと思いますね。はい。ロックマン11と同じぐらい面白いと思っていいかなと思います。回復やな。なんか音楽の音量がちっちゃすぎて残念、残念だっつって言ってるユーザーいましたけど、確かにこれ声を小さくした方がいいかもな。音楽大きくした方がいいような気がする。ラジオみたいになってる。
ちょっと待って。あれ？あ、風が吹いてるからか、だからか。あー、届かないもんな。こっちから行け、あ、でも行けないな。あれ、届かない。どうしたらいいの？行けないよ。こっちから行けないのかな。どうやって捕まるんだろうな。どうすんのこれ。どうやって行くんやろ。あ、そうか、枝出しできゃいけないのか。枝出し、枝出しできゃいけないのか。基本的なことやね。そうしたら風にも負けないもんね、枝出しだったら。あー、しまった。止まった。あー、しまった。あー、しまった。ちょっとテクニックを言うなぁ。あれ取れたのにな。アイテム取れたな、これ。取った方がいいな、絶対。ああ、しまった。ああ、しまった。よし、取れた。取れたけど、またここからやり直しやねんな。よし、いけた。これでいいな。中ボスか？中ボスっぽいな。こっちも向くんかよ。中ボス倒したっぽいけど、あ、まだいるんか。体力ないねんけどな。まだあるんか。近すぎる。あー、やられた。こっからか。硬いな。あかん。
高いな、これ。倒した。おい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 、そこのチビスケ、何暴れてくれちゃってんのさ。アビ、この大事件を全国、いや世界中に広めるのが僕の大仕事。邪魔しようってんだら容赦しないよ。船と一緒に落っこっちゃいな。それじゃ僕は仕事に戻るよ。バイバイ。ベック、飛行船の高度がどんどん下がっています。早急に脱出してください。あ、これに乗るんやな。ダッシュで行かないとあかんわけよ。おっと、危ね。危ね。風が吹いてるからな。行けた行けた。うわ、針があるやん。針があるっていうか、あ、これここ乗ったらいいな。あー、やられた。体力なかったんやな。難しいな。どっからや。こっから。2階がです、できたなぁ。2階というか。あー、しまった。あー、しまった。あ、こんなことできんのこれ。こんなことできるんや。知らんかった。何回でも飛べるんや。エアダッシュって。何回でもできるんや。それやったら全然あれやん。こんなこと、何回も空中でエアダッシュできるのか知らなかった、それは。あ、なるほど。エアダッシュ何回もできるってすげえな。ロックマン X やろ、すげえわ。無視していけばいいな。しまった。ありか。うん、チームナンバード最後の3機ぐらいか、次ぐらいで。あ、こっからか。えらい戻されんな。飛べないやつというか、まあ、まあ、飛べるようなもんですよね。これエアダッシュがこんなできるんやったら。あ、しまった。あ、もうこれどうしようもないな。こっから行けばいいな。
あ、そうか、これだいぶ戻されてんねんな。効果は下がっていくけど何回でもエアダッシュはできるんですね。こうやって効果は下に下がっていくけどね、真横にエアダッシュはできないけど、一応エアダッシュは何回もできるってことですね。針がある。あ、そうか、上に行くわけか、風が上に行ってるから。あ、触った。あ、まだ、あ、そうか、これ乗るんじゃない。回復っぽいのある、回復みたいなのあるけど、いやいや、ちょっと無理して取らん方がいいな、やられたらあかんし。こっち、あー、しまった。難しい。ちょっと麺長いな。ボスまで行けた麺ってまだ1回しかないやんな。次の目で、ここよし、準備は一応今日一通り8ステージ全部プレイしたら終わりにしたいと思いますね。はい、なんか待てよブラッド、博士追いかけます。あ、頼む。暴走している車両には気をつけてくれよ。なんか完全には暴走していない、なんかクイックマンみたいに見えたな。元仲間ロボットの暴走を、あ、ここ死ぬ、落ちるんかい。元仲間ロボットの暴走を止めに行くっていうところが完全にロックマンですよね。こう、こういうなんか、こう、なんていうのか、トレインステージ的な感じだから、ロックマン X でもね、こういう面ありましたからね。はい。倒したら進めるようになるんですね。これエディやな。やっぱ危ない危ない、落ちるとかやった。この下の高速道路に落ちたら死ぬもんな。あーか、邪魔やなこいつ。危ねえ、
おお、ギリギリや。邪魔やな、こいつ。よし、行った。ベック、その先はトンネルだ。視界が悪いぞ。注意して進んでくれ。ああ、これね。トンネルか。これエディや、はい、ゲームオーバーやな。はい、いやまだクリアできてないな、一つも。次の目的。じゃあここは最後。ああ見つかった。ここは最後ですね。準備は。はい、これで8ステージ目ですね。いや難しいけど面白いな。うん、よくできてるわ。大統領官邸に到着しました。大統領のね、おお、で、レーザー撃ってくるね。ロボットは何を企んでいる。狙撃。ですが、スナイパーの反応はどこにも。これはなんかあれか。逆転裁判のイメージなのかな。レーザーとかめっちゃ出るところがなんかクイックなステージを彷彿させる部分がある。あ、こうやって行けばいいんやな、無視して。あ、食らった。あ、中ボスっぽいな、これ。
体力ないわ。あー死んだ。いや難しい。あ最初から？これ、稲船さん似てるな、この顔。戦術を探せってどういうこと？あ、回復や。おい、何や何や。何？勝手にジャンプしてまわねんけど。もう回復いっぱいあったのに取れなかったやん。ああ、これか。難しいな。最後の残機や。最初からなんこれ、どこまで行っても。どういうことなんやろうな。えらい厳しいステージやな。結構。セイドっていうのはこれボスの名前なのかな。反応が消失。すみません、目標を見失いました。仕方ないさ、そういう風に作ったんだからね。イテン様のイグイッシュ、よくじゃねえか。まだ寝ろ。体力回復があるんですよね。でも取れないんですよ、なぜか。取らせてくれないんですよ。ああ、狂ってまうねんな、操作がこれ。混乱してるもんな。あ、逆の操作になってまうわけか。その前に。ああ、めっちゃ難しいな、これ。じゃあ終わりましょうか、今日はね。一通りの面やってみたんで、はい。ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。ロボットたちの暴走を止めるんだ。
れだ。マイティガンボルトバースト。はい。これやってみたかったんですよ。はい。これ僕のミーですね。若い時の自分を描いてみたんですけど、これ実はね、ポニーテールなんですよね。前からはじゃあわからないでしょうけどね。はい。はい。インティークリエイツです。はい。このゲームはね、ロックマンのね、生みの親の、稲船さんが作られたゲームです。で、マイティガンボルトなんで、少し前にね、プレイしたマイティナンバーナインっていうね、ゲームがあったと思うんですけど、あれも入って出てくるんですね。はい。ゲストキャラとしてね。はい。てかファミコン風なんですね、これ。めっちゃいいですね。まあ、そんなことでいいや。稲船さんが作られたゲームだからな、やっぱりさすがだろうな。これちゃんと製品版も買ってやりたいですね、本当に思います。うわこれです、もうロックマン的な、これあれですね、ま、あのマイティナンバーナインの主人公ですね。はい、こっちにも出てたというねでこれがガンボルトシリーズの主人公ですね。これ女の子ですね。3人のキャラが使えるんですね、体験版から。めっちゃ贅沢やね。じゃあ行きます、このマイティガンボルトじゃないわ、マイティナンバーナインか。はい、こっちでやってみたいと思います。いやこれは面白そう。すいません、ちょっとベックって名前やったな。オープニングステージ、移動ジャンプ、はい、これがジャンプね。もう完全にロックマンやな。チャレンジショットはできないんですよね。うん、そう、マイティナンバーナインはあれなんですよね、チャレンジショットできないですからね。スライディングはできますけど、敵の近くでとどめを刺すといつもより派手に爆発します。これをバーストと呼び、見た目だけでなくスコアにボーナスが計上されます。バースト撃破を連続でできるとバーストコンボが 1,2,3 が得意できます。このカウントはバースト失敗で0にリセットされます。バーストコンボは一定以上でスコアボーナスがさらに強化されます。スコアアタックの際は常にバーストを貼ってプレイしましょう。これは面白い。いやもう本当稲船さんって感じやな。めっちゃロックマン的やな。結構大事くなっちゃったなこれ。多分ね、マイティナンバーナインよりもこのマイティガンボルトの方がね、このキャラクターは有名なんじゃないかなと思いますね。多分ね、マイティナンバーナインのゲームの方は多分あんまり知られてないと思うんで、このゲームで知ってる人の方が多いんじゃないかなと思いますね。解いていいのかあいつは。
芝の上で下飛び。ああ、なるほど、そういうことか。いやー、めちゃくちゃロックマンやな。さすがに名古屋さんやな。これぶら下がんねんな。これあったな、これ MIT ナンバー9でもあった。ぶら下がるやつ。桃がある。あれも取れないな。あ、ボスっぽいな。ロボットはロマン。ボスっぽいな。強いな、結構。どこ狙うんだ。ああ、なるほど。振動であれ、ああ、やられた。振動で。面白いやん。あ、まだあんの？あれ、クリアしたのに先に進まないぞ。お、なんなんだ、見たことないキャラクターだ。もしかしてシステムトラブルを知らせる GM かな。ゲームマスターアームドブルーガンボルト、それが僕の名前だ。 GV でありお前の言う GM でもある。この世界は僕のセブンスハムドブルーの支配下となった。さあ本当のスタートはこれからだ。すべてのステージに立つ待つボスを倒し、世界の終点を探し出せ。ガンボルト、君は一体何者なんだ。はい、博士が用意してくれた訓練ストップログラムにトラブルが発生。ガンボルトとなる GM に VR 世界を支配した後、しつげられる。その後、コンソールを見つけた僕は、エクジットのおもちゃを探したが、それはどこにもなかった。僕には暴走したロボットを直す力があったが、訓練のため今はロックされている。頼りになるのは新たに開発されたこの武器、カスタムショットだけだ。博士に託された進化する武器を僕はそう名付けることにした。はい。これは最大値大きく上がるレアアイテム。ダメージ軽減が使用可能となる。ピクセルシールの一つ決定。ステージクリアごとにリワードを一つ入手できますか。チャレンジ達成しました。お題を達成するとチャレンジ画面でリワードを受け取れます。メニューからチャレンジ画面を選んで確認してみましょう。
あ、これでステージ。あ、2ステージプレイできるんや。電波塔と水道局。3ステージプレイできるの、体験版で。結構贅沢やね。電波塔をやってみようか。はい。コストポイントの範囲内で特殊なショットに改造したり、自分の防御力を上げたりと、さまざまな強化を行うことができます。できないですね、これ。つながってる間はこう横に移動できないというかね、ジャンプでしか移動できないですね。これは取れるでしょ、多分。下にあれしたら。あれ、取れないかな。ああ、しまった。スイカ取ろう思ったけど。好きな感じのゲームですね。ロックマン的なね。スイカ取りたいけどもいいや。下にあるな、桃とかあるな。落とされんのか。
あ、そうか、これ自分で動かせるからね。強制的に落とされるんだね。こうやって返せない。ああ、そうか。ダメージ食らったら落ちるようになってんねや。ああ、そうか。それでもダメなんか。めちゃくちゃ難しいな、これ。難しいところはロックマンらしい。ああ、そうか。進めないもんな、自分で。横押して。倒さなあかんのさ、こいつを。倒さなあかんってことちゃうの。倒せないか、これ。ジャンプしないのか。ジャンプして進めばいいね。針がある。うわ、むず。残機何機あんのこれ。何しとんねん。これ体験版やからクリアするまでプレイできるのかね。あ、しまった。あ、ゲームがならないもんな。あ、序盤のステージとは思えない難易度やな。あぶね。あー、くそ。
これね、なんつうのかな、その、あ、画面固定させながらやってるから余計に難しいな。倒した方がいいな、これ。この次出てくるやつ倒した。怖っ。行けたけど、ボスか。ボスやな。うわ、めっちゃヒットポイント多い。体力打てなくなるんや。強いな、これ。ああ。コピーできんの。うわぁ、めっちゃ強い。あ、このパターンからできるんや。最初のパターンに戻った。またこのパターンや。すぎるやろ。
半分あるもん体力。好きなんや。これ、あ、間違えた。しまった。あー強いな。体力多すぎるでしょ。本来ね、これ弱点武器使って倒すべきなんでしょうけどね。出てもな、体力多いもんな、向こうの方が圧倒的に。あ、しまった。ステージのボスとこのボスの強さがえらい違いやな。めっちゃ強いやんこっち。あー、くそ。あー、しまった。何してんねん。全部使うか、これ。これ満タンだったな。ギブアップもできんの。これでまだな、半分あるからな、あいつの体力は。
あ、しまった。もうやばいねんけど。いや無理でしょこれ。無理やわ。ギブアップ。はい、はい、じゃあこっちやってみましょう。水道局、はい、いやこれなんかな、難すぎるね。さすがに、あ、滑るのか。あと2人のね、ガンボルトとあの女の子のキャラも使ってみたいよな。挑戦できるシステムはいいシステムですけどね。残機関係なく、体験版だからか分かんないけど。ですね、こういうなんつうか仕掛け的にもね、こういうなんつうのか針とかが仕掛けがあるのもね、ロックマン的ですし、アタッカーみたいな。ああしまった、ジャンプしすぎた。まあこれね、稲船さんがカプコン退職されて自分の会社を設立して、新たにね自分の会社でもロックマンシリーズを作ったって感じでしょうかね。ガンボルトシリーズも、ガンボルトっていうか作っ、うお、地形貫いたな。なんかかなり難易度が高いねこれ。これ製品版だったら8ステージプレイできるわけでしょ多分。スイカ、イーカンみたいなもんやんな、あれ言うたらフルーツは取れば使えるわけやから。これどうすんのこれ。あ、これに入っていくわけか。絶対上に上がられんねんけど。ああなるほど、はしごがあったんか。よし、これ上に上がるわけや。そっか、水の中やからジャンプできるわけか。ケーキが一番回復するっていうね。ケーキ好きなんやな。あ、これあれやな。
って手配の方が上かな。思いっきりシールアタッカーやもんな、これ。シールドアタッカー。ソフトクリームね。はい。壊した方がいいな。あ、届かないのか。全部壊さないとあれや。危ねえ危ねえ。よし、いけた。押すか。あ、まだや。まだあるね。あ、ボスっぽいな。ボスや。お。なんかポンポマンみたいやな。ロックマンで天に出てくる。難しい、結構これ。強いな。うわ、強い。ちょっと回復。うわ、4つしかないのか。パン変わった。パン変わったやん。うわ、よっ。めっちゃ強えやん、俺。さっきのやつより強えやん。読みづらいな、さっきのやつと比べたら。うわ、強い、こいつ強い。さっきのやつより強いわ。変えてやってみようかなと思いますね。これか。で、これでソフト終わるにして、で、もう一回再起動します。はい。あと2人キャラクターいたんでね、それ使ってみようかなと思います。
いや面白いですよこれ。2017年か、結構前ですね。存在してたの割と最近ですからね、これ。あ、セーブデータちゃんと残ってんねんな。で、新規データでやりたいんで。じゃあこれ、ガンボルトですね。これもね、シリーズが3作品ぐらい出てるんで。シリーズが出てまして、3作品ぐらい出ていて、あ、4作品ぐらいあるのかな。こっちもね、結構使いやすい。あ、これが下ですか。さ、移動すれ下押せばもう取れたんや。そうか、ガンボルトが顧客に出てくるんだよね。ベック、マイティナンバーって名付けられたロボットチームの一員。あ、確かにそうやったね。ずいぶん一方的なエスコートだな。はい、ガンボルトとマイティナンバーナインの、まあ言うたら初共演のゲームってことですね。
同じ面ですね。はい、ちょっと一旦やめて、すいません、じゃあもう一人のキャラ使ってみたいと思います。ソフトワールですね。はい、あと女の子のキャラですね。ちょっとまあ体験版3ステージクリアしないといけないんでしょうけど、ちょっと難しそうなんではい、3つ目のサイバーデータいきます。じゃあこれ、贅沢ですね。 3キャラも使わせてもらえるなんてね、体験版で。しかも3ステージもプレイできるってね、十分ですね、本当に。うん、こんな感じ。おお、ジャンプ力高っ。あ、でもヒットポイント少ない、その代わり体力が。なるほど、その代わり死にやすいのか。あ、女の子やからな、体力少ないもしょうがない気がするな。こっちの方がだからちょっと難易度高いかもしれないですね、ある意味ね。うん、ダメージ食らえないってことやから、それだけジャンプ力その代わり高いんですね。うん、いや、さすが稲船さんですね。またさすがインティクリエイツやな。インティクリエイツのね、作るね、アクションゲームってクオリティ高いのが多いんで、お、なんかできた。奇跡の力ってないな。体力少なくなると出てくるってことか。天使の輪っかあるから、天使なのかな、天使の輪っか、それとも死んでる人なのかわかんないけど、天使っぽいな。でもな、
地面のボスは余裕ですね。はい、これでちょっと3キャラ全部試してみましたけどね。いやー、まあ面白いですよね。やっぱりさすがになふねさんですね。ロックマンにかなり近いし、はいはい。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録とグッドボタン、ニコニコ動画ですね、8月5日から復活しますんでよろしくお願いします。